今回展示させてもらってますトマルです。まあ、タイトルは家に住まう山ということなんですけども、まあ、普段こう生活してて何かこう生々しいちょっと実感というか、他の生き物に接する接しながらこう生きてるっていうことが、なんかこう薄いというか、求めてる自分があって、で、まあ、普段木を掘ってるんですけども、今木を掘ってると木って、まあ、相手は生き物、昔は生きてたものなんですけども、なんかそれを最近掘ってると感じることは、なんかいつでもこう、まあ、普段暮らしてるところでも山に通じる、接点があるなというのをふつふつと感じてまして、まあ、どういうとこかというと、例えば窓をこう開けたりとかするともちろん風が入ってくるんですけども、その風っていうのはいろんな自分たちの呼吸とか、まあ、自分たちだけじゃなくて他の生き物、あらゆる生き物の呼吸が混ざり合って、それが巡って風になって家の中に入ってくるとか、あとは、まあ、料理とかしてたりして、目の前には生き物なんですけども、台所にもそういうたくさんの生き物の痕跡が溢れているというか、なんかそういうとこからなんかその自分の作ったものがその野生にこうまた向かっていく一つの、まあそのいくつもある中の一つのなんか入り口になれたらいいなと思って最近は作っております。で、まあ、家に住まう山っていうのも、まあ、自分が考える山というのは、まあ、いろんな生き物のこうたちがこう循環していく場所というか、総称みたいな感じで捉えてるんですけども、まあ、水が生まれる場所でもあるし、もちろんそういういろんな動植物たちの生まれる場所とか、あとそれにプラス、得体の知れない深い闇を抱えた場所という、言葉にならないなんか本能的なものが潜んでいる場所というか、そういうものが引きつける場所でもある、タイトルが地と空の水というタイトルで、地は地中の、地ですね。で、その間の空と間の水がタイトルなんですけども、まあ木を掘ってて、木ってまあもともと生きてた生き物だったんですけども、木って不思議な素材で、こう切られたら、まあ、まず命が絶たれて死んでしまうんですけども、それはすぐに腐らずにずっととどまって、匂いとか強度とか形をずっと樹液を内部にとどめて何百年も存在し続けるという、とてもなんか不思議な存在だなと思ってまして、ずっとなんかこう半分生きてて半分死んでるような曖昧な素材で、それをまあまたこう何ですかね、媒介するものじゃないですけど、そういう存在にしたくて今回これは作ってみました。で、まあよく見ると六角形の亀甲の文様がこちらにあるんですけども、これ雪ですね、雪の結晶、六角形の雪の結晶をイメージしまして、磨いた木の面に彫り込んだものです。で、地中に詰まった水分と上から降ってくる空の水分との、その境界線から立ち上がってくるような深
可思議な生き物を表してみたいと思って作りました。ここの作品はそんな感じですね。はい、次行きましょうか。まあこちらなんですけども、まあ、こちらの作品はちょっと色が上黒いんですけども、これはあの木そのままの焦がしたとかじゃなく着色したわけじゃなくて、木そのものの文様が稀に入ることがあって、それを生かして作った作品です。で、まあ、3本足でこう支えているような形ですね。で、まあ、もうこちらは、まあうん、まあ、その静かに寝静まった夜の中を、またこう見知らぬ生き物たちが歩き出していくような、イメージで作りました。まあ、夜といっても多分冬というイメージが強いですね。その冬ってこう、まあ、日本の冬はこう静かで、結構木とか見てると葉っぱも落としたりして、いろんな虫も地中に眠ったり、まあ、死んでしまったり、とても静かな季節だと思うんですけども、あの少し冬という語源を調べてみましたら、まあ、一つの説ですけど、命が増えるっていうか、その増える冬ということで、そういう語源があるというのをちょっと、まあ、聞きかじりまして、確かにその冬の間木を見てると葉っぱも落ちてるし、花も咲かないし、まあ、木によりますけど、とても静かな時間なんですけど、実はものすごいあの生命活動が内部で起こってるんじゃないかということを考えてまして、で実際木目とかを見ると、あの木の冬目夏目ってあるんですけど、その冬目のところだけすごく硬いんですよね、木って。でそのすごい密度を作っているのはその冬の時期で、そういう硬い詰まった時間っていうのは目に見えないけど、やっぱりものすごい活動をなされて作られている、文様が現れていると思うので、やっぱりこう見た目じゃなく静かに見えるんだけども、ものすごい活動がなされている、まあ、それをちょっと夜に例えて、夜の歩行という 歩くとい うテーマなんですけども、こちらはそういう感じで作りました。あ、でこちら今回 DM に使わせてもらった作品です。で山のベロ下、山の下っていうタイトルですね。これは天井から麻の繊維で一本つらさ上げてて、これはただ支えてるだけですぐ取れちゃうんですけども、まああのさっきも最初に言いました山っていう総称は、そのいろんな生き物たちが、まあ例えば死んだ場合蒸発して空気になって、いろんな水分が山に向かって上昇していって、また雨になって降り注いで、そういう、まあ、生き死にを超えたものたちが集まってくる場所だと思っているので、まあ、そこからまたこう集まったものたちが触手を伸ばして降りてくるようなイメージで、あのこの一本の木から掘り出して作りました。こちらのタイトルは山のお尻というタイトルです。本当お尻、人のお尻ですね。で、まあちょっと可愛らしい、こっちも同じタイトルなんですけど、同じ時期に作りました。で、なんだろうな、まあ、お尻っていろんなものが出たり入ったり生み出したりする場所でもありますけど、なんかこう可愛らしい、生き物を作りたいと思ってこちらは作りました。
はい、こちらの壁面は、全部ぶら下がってる6つの作品からなってるんですけども、まあ、一つ一つタイトルはあるので会場で見ていただければと思いますが、この真ん中の4つですね、こっちはロープに引っ掛けてるだけの作品なんですけども、こちらもその木の山に向かっていく生き物たちの水蒸気が集まってて、その雫が水蒸気というのは呼吸だったり、死んで微生物に分解されてまたその水分が上がっていったりとか、そう生きているものと死んでいるもののいろんな混ざり合った水分ですね、それが山に集まって滴り落ちるようなイメージで掘り上げました。で、こう目線よりこう上に上げているのは、見に来てきた人をちょっと上から見てるというか、じっと見つめているようなイメージで上からぶら下げています。あとこちらの長い木なんですけども、これ果樹なんですよ。この実がなってた木なんですけども、さくらんぼがなる木なんですけども、これを一見何気に普通の枝なんですけども、皮をむいて、でのこめが真っ二つに入ってるんですけど、真っ二つにして割って、その内側を薄く、そうですね、3ミリほどにくり抜いて、また合わせて麻の紐で縛ってます。だからこれほどくとバラッとほどけちゃうんですけども、なんでこうしたかというと、なんかそういう呼吸がを木の中に通り抜けてまた出てっていろんなところに拡散していくようなものにしたいと思ってくり抜いてこういうものを作りました。で、中に全部つながってるんですけど、ロープが最終的にここまで来て止まってるんですけども、このロープはもともと昔祭りの上り旗に上げるために使ってたかなり古いロープが譲り受けたものなんで、今回、ちょっと使ってみました。はい、こちらは山彦っていうタイトルです。山彦は海彦山彦の山彦じゃなく小玉する山彦の方なんですけども、こちらもラフランスだとか、ラフランスという実のなる果樹を真っ二つに割ってくり抜いて、内側は銀箔貼って、表面はコチニールっていう色素、生き物の虫ですね、潰した色素なんですけども、それを塗って麻布で縛ってかけてある作品ですね。こちらもそのくり抜いたのは、そういういろんな呼吸が中に向けてって、また交わって拡散していくようなイメージと、あと金箔を貼ったのは、そういろんなその時間帯ですね、朝昼晩の光が反射してその呼吸と混ざり合って緩やかにつながっていくようなことを意識して金箔を中に貼りました。で、その色素なんですけども、生き物の色素をまとわせたのは、やっぱこう昔生きていた木をまた華やかに化粧したい、彩りたいという思いでまとわせました。そんな作品です。こちら雪女っていう作品です。雪、冬をちょっと冬に作ったんですけども、冬の静けさというか、しんしんと包まれていく、その
これも雪女と言いつつ、その 家をちょっとイメージしてるんですけども、家にこう家を全部包み込むような雪 の情景をイメージして作りました。でこちらは山に咲くというタイトルの、作品です。で山いろんな生き物たちが、自分たちも含めていろんな呼吸が集まる山に咲くであろう、最低こう成長していくであろう花と葉っぱ、葉脈というんですを掘ったんですけども、ちょっと裏を見てもらうと分かるんですけど、かなり紙一重で朽ちてまして、かなりこうちょっと赤く漆とコチニールの色素を染み込ませて固めてあるんですけども、これ以前はもうボソボソで、もうほんと朽ちかけてて菌糸も入ってるような状態だったんですけど、ほんとこの両極端な、こっちはもう掘り込んでまだあの木の生命力のあるギリギリですけどね、素材だったんですけど、ちょうどせめぎ合うようなあの素材と出会ったので、そこからまたあの朽ちかけてるんだけども、まだ力のある表面に花とあの若葉をこう咲かせて、彫り込みました。そんな作品です。こちらはまあ山開きという作品なんですけども、もともとこの一つの木の塊をのこめを入れて開いて、で内側をかなり薄く彫ってるんですね。まあ2ミリぐらいですかね。でその時にあの彫刻刀で彫るんですけど、その時に彫った彫り跡ってデコボコになるじゃないですか。そこの一番高いところだけをあのこれも岩絵の具で塗ってます。筆でこう彫り跡を強調してなぞらせた感じです。結果なんか血管っぽくなって、よりなんか生き生きしくな、生々しくなって、自分は気に入ってるんですけど、そのまあそうですね、まあ彫り跡です、言ってみれば。なんか意味は後からなんか出てきたような。で彫り跡もやっぱ木って木目があるので、自分の思い通り こうあの方向に彫ると割れたりささくれたりバサバサになっちゃうんですね。だそこはあの木目に従って刃を進めていくので、まあ彫りたい形はあるけど、やっぱりそこでも木に翻弄されながらやった跡ということでもあるんですよね。